謎理論たったったった謎理論たったったったお前が言ってるその理屈は謎理論やあ、スタッフのケースだよエルシア。前回ね、ノーマルエンドで一周クリアしたんで、今回からトゥルーエンドを目指したいと思います。というわけでさ、よくよく考えてみたらさ、あの途中でさ、あの確か、食堂だったっけ？食堂じゃないな。え？なんか調理室か。調理室でさ、パスワード入れれるところあったけど、あれ全然スルーしとったよな。パスワードのヒントなかったしさ、あれ開けたらさ、そのトゥルーエンドへのフラグ立つんじゃないかなと思うんで、ちょっと今回は、そちら、漁っていきたいと思いまーす。では、カット！あ、これ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 。これをさ、結局、なんかわからんままさ、進んでしまったんよな。これなんかに、なんか、番号をさ、知れるためのなんかあるんかな、どっかに。多分それを見落としとるけんさ、結局これのこと頭になれずに進んでしまったんだと思うけどさ、どっかあったんかな。あ、なんかメモあるやん。なんかいきなり見つけたぞ。ちょっとカットの演出入れたと思うけどね、カットする前とする後で10秒ぐらいしか経てないからな。わあでもそうか、そりゃそうよな。ここのパスコードだったらさ、メモとして貼っとるんだったらこういう近場に置いとくよねって、6243が。こんな近くにあったんじゃ。てか、よう見たらさ、これ、いかにもなんかここだけちょっと明るめに作っとるなっていう感じするもんな。改めて見ればか。ここでの乱闘騒ぎでちょっとインパクトがありすぎて、こういうところまで細かく見たかったな。6243。よっしゃー。これでなんか中に結構重要なアイテムがあるってことか。どうだ？中には何がある？あ！シェフのノート。あ、でもまあここの管理人のノートって考えればさ、何があるんだろう？重要な。え？でも普通のレシピっぽい感じやな。あれ？これは、ぼやき。あ、日記も書かれてる。なんかちょっと日記も書かれてる、ぼやき。あ、上司がいつも鬱陶しく絡んでくる。今日も資金を減らされた。いい加減にしてくれ、隣のやぶ医者。おいのお皆さんを盗んではちょくちょくつまみ食いをしてやがる。ほんと食い地が張った嫌なやつだ。さっきは、酒臭い息を吐きながらかなり上機嫌でここにやってきた。俺は重要な鍵を2つも持ってるんだ。すごいだろう。一体何の自慢だ。ごもっともやな。金でも隠し持ってるのか。わあ、鍵が2つあるって情報が出てきたな。酒飲みの管理人、隣のヤブ医者って言ったな。え、それだけ？つまりさ、隣のヤブ医者。ヤブ医者が鍵を2つ持っとる。そして、その中に結構重要そうなものが入っとるぐらいのことしか。これがフラグだったけんさ、なんか鍵が2つあるって情報が手に入ったわけなんやな。そうなんか。まあ、確かにさ、手に入ってない鍵っていうかたくさんあるような感じだと思うな、ここ。いかにもさ、隣のヤブ医者って何？隣？隣の部屋の話しちゃうか。ここは何も関係ない。ここで鍵手に入れたな、確か。結局、絵は何も関係なかった感じなのかな。なんかありそうなんやけどな、この絵も絵でさ、みたいな感じで思っとったけどさ、なんもないんかな、結局これは。隣って言ったな。あ、そうか！ここやもんな。ってことは、この中に鍵あるな？さては2つも鍵あるんじゃん、ここに。ここまで調べ、ですね、前回調べたときはさ、全然何も出てこんかったけど、この情報がある上でここ調べたら鍵出てくる感じか。そういう裏側が立ったんかな。あるんかな、探せば。どっかあるんか。
割と調べたつもりだったけど、フラグが立ってない、一見見つからんかった的な感じのもあるかもしれんし、けど何もないな。注射針か。あ、お、鍵かかってる。あ、こんなんあったっけ。アタッシュケースに鍵。うわ、この中になんかあるんじゃ。つまりそれの鍵を探せってことの感じかな。アタッシュケース、でもこれがフラグが立ったけんさ、アタッシュケース見て、あ、あの時のあのアタッシュケースだみたいな感じの展開になるんじゃ。ってことはどっかに鍵があるんやけど、この部屋か、そもそも。それも怪しいな。違うかもしれんし、あーてか違うかな。ないな。けどアタッシュケースっていう新しい情報手に入ったで。これでかいわ。他の部屋はどこだって感じや。あ、これ医者だったんじゃ。そもそもこれ医者だったんやな。で、あ、ドヤ顔しようってさ、持ってるんだぜってドヤ顔しようってうちの一つがこれだったわけね。あ、ここ、あ、こいつ医者、医者か。そうか、だからこいつ自身もさ、このゾンビ騒動に巻き込まれて命を落としたっていう、実は被害者なんやな。はあ、そういう感じになってきとんじゃ。アシャッシュケース、アタッシュケース、アタティッシュケースとか言うぜね。名前は間違われがちなアタッシュケース。アタッシュってどういう意味なんだろうな。どうでもいいけど。これ、なんだろう、何、ああ、あれ、これ見たことない、青の液体。よくわからないけど、何かの役に立つかも。え、何これ、なんかゾンビ倒した時のやつとすごい似とるけど、あれ、こんなん持っとるからってなんかフラグ立つんか、どっかで出てくるんか。じゃあこれを手に入れた状態で M の鍵で開ければ先進めばなんかあるんか、これまでとない展開が。どっちだったっけこれ。クラピカ理論を反対してこっちに入るのが正解だったっけこれ。あ、それでさ、右左行ったけんさ、正解だったけん、右なんだったっけの話だけど、もういいやこれ。これも手に入ったな、そういや。一周目でどこでさ、その持ってる薬が生かされるかちょっと気になるところなんやけどな。あれ、ちょっと待って、こんな手を怪我したみたいな展開あったっけ。でもこのくらいなら大丈夫だよ。本当に、ちょっと見せて。え、ああ、おい、そんなもん見せたかった。おい、一周目でそんなもん見せたかった。そうか、レイもなんか能力持っとるみたいなこと言ったな、クロエが。治癒の能力だったんじゃ。なんか戦闘で全然使わんなと思ったらさ。え、わあ、蛍の墓で見たようなシーン。なんか蛍の墓で見たようなシーン。この光は僕の特技だよ。この光は触れた相手を治せるんだ。ああ、なるほど。一周目は怪我しとる、してなかったけどさ、これを披露するタイミングがなかった感じじゃ。温かい。これまで散々目にあったけど、こうして君の役に立てたのは嬉しいな。どう？すごい、痛みがなくなった。ありがとう。レイは不思議な力を持っているんだね。でもね、この力は無限に出せるわけではないし、もう一つの、もう一つ？いや、何でもない。おいおいおい、なんか重要なもんは全部喋っとけってよお前。その重要な部分をさ、こっちが把握せんかったら、それに対してさ、気遣いってできんからなお前。おい、使いすぎたらお前の寿命縮むとか、そんな感じだろお前。どうせそれを言っとかんかったら、こっちもさ、使わせすぎてさ、お前寿命めっちゃ縮んでえらいことになるでお前。この先何があるかわからないし、出口までまだ距離があるから。何せよさ、ここでさ、
例の能力についてさ、話し引き出せるってことか。ところで、マルタ。これはなんか聞いたな。あ、スキップできとるってことはそういうことじゃ。よっしゃ、行くぜ。出ようぜ。あ、ここでクロエと出会う。けど、スキップが続きよるってことは、この辺は特に展開変わってないんやな。あ、ここ捕まっとる。あー、ここで、ここで。あれ、でも、メッセージが特に変わった部分はないらしいですね、この辺は。でもって、これ、チェイスが始まる。どっちだったっけ？こっちか。ここ、クラピカ理論じゃなく、あ、クラピカ理論じゃなかった！やばい、クラピカと信じるところと信じないところのメリハリがあるかやんな、このゲーム。あれ、こんな展開あったっけ？あったっけっていうかさ、俺、部屋に入ったっけ？入ったわ。あれ、こんなタイミングで部屋入ったかな？記憶はないんやけど、少し外が静かになったみたいだね。そろそろ行こうか。うん、あれ、こんな展開あったっけ？え？誰か。いる？ない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 ！こんな展開ない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 ！いじめなかったってなかったよな。ああ出てない！お前みたいな人じゃん！お前みたいな人じゃん！わーわーああ、なんか見栄えからしてそんなに悪い人じゃなさそうな感じの印象の人が出た。あ、起きた。冷めとんな。反応薄っ！あ！この人、赤の液体を持ってる。赤の液体。うわぁ！お、落ち着いて。僕らは。うわぁ！夜の化け物だぞ！あ！え！レイ！あー、これゾンビを倒すための赤い液体だったもんな。てか、レイにも効くんか、これ。やりやんだぞ、この化け物どんめ。ざまあみろ。こいつ。よろしい、息ができない。ひうわあ、ルルだ、だ、なすけ。やっちまった、やっちまった、わっしょい、わっしょい。今のは？あ、もう一人の、もう一つの能力、これ？あ、レイ、しっかりして。え、どうすればいいの？レイが死んじゃう。それよりも僕から離れ。なんだなんだな、なんか目が変わってるね。なんかやばいかな、やばいかもしれないな、これ。レイ、目が。マルタ、早くここから逃げて。じゃないと、僕はきっと君を殺してしまう。喉が渇いて、暑くて、なんだかぼんやりしてきた。もう何をするかわからない。元に戻せる方法はないの？そうだそうだ。俺、トゥルーエンドを目指した今、レイを救出するためって感じがするけんさ。レイと一緒に脱出するエンドないんか、このゲームもしかして。もう時間がない。完全に変わってしまったら。嫌だ！嫌だよ、レイ！え？そうだ、これ。あー、ここでこれ出てくるんじゃ！わしとったこの重要アイテムなのに、手に入れたん10分くらい前なのに、すっかりわしとった。あ、そっか、赤か。害をなすものだとしたら、緑がさ、再生のための液体だったんかな。これさっき拾ったではないような気がする。アタッシュケースに手に入れられたやつを持っていっとき拾ったではないだろう、お前。何か役に立つかもって持ってきたんだけど、なあ、ファインプレイ。そうよな。赤がやっつける薬だったら、緑は回復の薬って感じがするよな。これは、ソーマだ。ソーマ？え、何それ？触撃？触撃の？
リレやリーズをコントロールするドラッグをここの連中はそう呼んでいる。もともとヒンズー教の飛躍をそう呼ぶけど、何でもありだからね、この業界は。声が使ってみせた能力でさえ相馬がなければ、あの力は僕らの命を削りながら発動するんだ。相馬がなければ生きていくことさえならばならない。ああ、生命維持のためのアイテムだったんじゃ。え、じゃあこれを使えばレイは助かるの？いつもは専用の器具で投与されるんだ。色だけではどの相馬かよくわからない。ここはいろいろな相馬を作ってきたから。ああ、いろいろな効果があるやつなんやけど、これ回復なんかほんまに。え、はレイ、このままじゃレイが危ない。少しでも希望があるなら。なんだ、なんかその重要なアイテム？あ、重要、ちょっとそういう相馬、回復の相馬かちょっとわからんけど、売ってみる的な感じか。お願い神様、レイを助けて。レイ、マルタ、あれ、僕は。よかった、薬が効いてみたい。よかった、回復の相馬だったなこれ。目も元にも戻ってる。そうか、ありがとう。また助けられちゃったね。いいの、レイが助かってよかった。けれどさっきの人は誰？レイをこんな目に遭わせるなんて許せない。あいつはリレアのコマンダーさ。リーズやリレに使われる薬も彼が全て管理している。さまざまな層まで僕らをコントロールしていたんだ。もう薬好きにされるのはうんざりだよ。こんな体治せるんかな、外に出たからといって。マウタが見たあれは前に言いかけたもう一つの力。これは命を奪う力なんだ。こんな恐ろしい力を君に知られたくなかった。えっ、レイ、どうしたの？どうやら違う相馬みたいだ。ええー、違った。いや、回復したように見えたやん。この薬じゃ十分の効果がない。そんな、それじゃあレイはまた。えっ、コマンダーが薬を管理していたのなら。マルタ、何を考えてるの？待ってて、きっとレイを助けるから。まさか、ダメだよ、危険だ。僕のことはいいから。でも私はレイを失いたくない。行ってくるね。ああ、コマンダーのとこまで行くんじゃ。コマンダーのおった部屋までかな。マルタ、ダメだ。コマンダーを追いかけて相馬を手に入れなきゃ。レイ、ケット助けるからね。あ、死んでますけど。追いかけてって出て行ってすぐ死んでますけど。あの人死んでる。さっきの悲鳴って、どうしよう、これじゃあ相馬の場所がわからない。なんかないのか情報が。なにこれ、床に何か落ちてる。懐中電力の地図、隠れた部分なくなっとんかな、もしかして。この地図って、さっきの地図はコマンダーがわざと汚して黒場所を隠してたんだ。道が暗くて行けなかったのも怪しい。きっとここに相馬があるはず。おお。行こう。レイが待ってる。なるほど、そのための懐中電灯ってとこもあるんじゃ、これ。あった、ここだ。やっぱりすごく暗い。少し怖いかも。立ち止まってる時間はない。行こう。そうだ、目の前の恐怖よりもさ、レイがいなくなることの恐怖の方が強いぞ今はな。というわけで、これまで見えなかった部分が見えてくるようになったってことか、これ。じゃあ左か。で、ここで右行ったらそっちの方に行けるな。ここは左。なんだこれ。お、いろんな部屋来たな。明るくなった。
は？ここはいつも部屋があるの？相馬があればいいんだけど、一つ部屋ずつ調べていこう。よし、新しいとこ来た。まず俺は反クラピカ勢力の人間なんで左に行きまーす。で、左から潰していこう。あ、鍵かかってんのかー。これは何の鍵？あれ？鍵？なんか、パズル的なもんが始まりそうやな。何今の？なんか動かして形作る系か？なんか、それとも、なんかはめ込むんか、こういう丸いやつ。なんか差し込んでガチャのタイプじゃないな、どう考えても。東中空っぽ。資料とかも机の上にあるわけじゃなし。空っぽ。え、なんもないの？なんかあるだろう。この、で、あ、これか。これ調べ、部屋の色が変わった。あそこ、何か光ってる。そうきたか、何これ。あ、ブロック2、いきなり2じゃ。そっか、これはめ込むやな。2つぐらい集めて。なるほどね。これが鍵だったのね。よし、次。じゃあこの扉も一応入れるが、これも鍵がかかっている模様。あ、こっちはガチャってするタイプのオメガの鍵か。オメガシスターズの鍵か。どうもどうも、オメシスでーす。またなんかへこみのあるやつあるで。あ、でもなんか右下になんかはまったな。え、おう、はまったね。とりあえずここ。あ、あれ？あ、こっち入った部屋ですね、これ。あれ？左に進むか右に進もうが、結局同じ扉が2つある感じなん、これ。あ、そういう感じか。位置関係としては。あれ？え、じゃあなんだろう。あ、後ろに進むがあるけん、そっちか。反対側に、あと2つの部屋がある感じではないな、戻る感じ。ダメやないかいい感じの雰囲気の BGM だったけん、こんなことになるとは思うかよな、もう、後ろに、後ろに進んだらダメだね。戻るも地獄やな、お前。ってことは、ブロックがさ、あれ？この狭い範囲でもう一つぐらいブロックがないとあかんので、え、どういう感じの位置になったんこれ。部屋の位置関係がちょっとつかめんけど、ブロックが1個入っとる。え、こっち側の方に部屋見ようやな。つまりこれちょっと位置関係がちょっと頭の中でごっちゃになりよるよ。あ、こっちの2部屋見ようんじゃ。なんか頭ごっちゃになっとったけどさ、なんかようわからん感じだった。これもライトを消してではないか、さすがに。こっちはなんか本があるが調べればできない。引き出しね、お、もう一つ手に入ったぞ。引き出し空っぽ。これも空っぽ。空っぽですね。引き出し空っぽさんですね、ここは。なんだ？いやー、それはないだろ、お前。もうどこにいてもおるな、ゾンビ。じゃあもうブロックさせばもう、もう一つもいけるけみたいな感じか。よっしゃー。何があるんだろう、ここ。紙くず。ゴミ箱じゃないんやけんさ。なんかあった。あ、来た！鍵じゃ。オメガシスターの鍵。それ以外は特に何もないかな？何感じかな？なさそうかな？紙くず、もう、ゴミ箱になっとんじゃないか、これ。まあ何せも重要な鍵が手に入ったけん、これで OK か。あ、逆に来ちゃった。位置関係バグるな、なんかこれ。なんか位置関係バグるな、これ、頭の中で。よっしゃ、じゃあ鍵使うぜ。さあ、ここで何があるかっていうのが重要。
もう笑うしかねえや。もうこの部屋一つ一つが殺意の塊のように押し寄せてくるね、これ。あ、来た。緑色に光るケース。あ、来た。相馬のケース。緑5本になんか赤が1本か。あった。これがきっと相馬だ。よかった、これでレイが助かる。え、ケースの中にメモが入ってる。何？リスト。一番下にレイの名前。あ、あー、レイたちのキャラのバツがついてる。どういうこと？で、クロエサイドに来たね。見つかった。まあいいさ、コーラボで隠れる場所なんて限られてる。それに切り札は僕が持ってるしね。急がないと。こういうタイプやけんさ、一番強い相馬をお前を持てそうやな。なんか事故の5時間前。いけて。くそ、あのリーズ思いっきり暴れやがった。処理室へ連れて行くのも楽じゃない。こんなこといつまで続くんだ。あれ、レイは？え、あいつら何の話をしてるんだ。わあ、なんか俺好みのショートヘアの美人さん出てきや。わ、肩出しとるとかいうちょっとエッチな感じだよお前。わあ、俺こういう女の人好みだわっていう人出てきた。こういう人もなんか同じような立場の人間かな。そうね、レイの能力は今後私たちの脅威になるわ。あ、なんか双子っぽい人出てきたねこれ。あいつは初期ロットだから早いとこ処分した方がいいね。これだから欠陥品は困る。困る。それにリレアはまだ7人もいるんだから。では明日の正午に。エマ、手よ。レイの少女、除去はお前たちに任せよう。ええ、了解よ。試作品は悲しいね。ほんと同情するよ。なんてね。あの優等生の泣き面が見れるかも。うん、楽しみ。おい、除去ってどういうことだよ。ありゃ、クロエじゃん。聞いてたな。まあそういうことだよ。レイは不安定でリレアにふさわしくない。いつリーズ落ち着くするかわからないやつとは仕事ができないってことさ。ふざけるな。そんなことさせるかよ。あは、おお、怖い。そして決まったことよ。クレイごときに何ができるの。ゼガー火でも止めてみせる。何？こらやめないか。このブラコンからけしかけたんだよ。この直馬かと。すごい発砲音聞こえましたけど。ただ足も速いだけが問い合いのくせに。少し頭冷やしなさいよ。能力者同士の戦闘を行われてますけど。ぐっ、まったく懲りないやつ。さすがエマ、強いね。その力は僕の足でも避けきれないかも。手を茶化したんじゃないわよ、まったく。やれやれ、暴れると手がつけられんな。収容室で連れて行って薬で眠らせときなさい。はーい。あ、だからあそこにおったんじゃ、クロエ。くっ、こんなところで終わってたまるか。で、力は、あ、開けた。あ、ゾンビたちに逃げ出した、お前のせっかい。あ、それでこういうことが起きとんじゃ。あ、なるほどな。だからあんなさ、ゾンビたちがうようよ徘徊しようわけじゃ。もうさ、部屋の中入った途端に襲われたりゲームオーバーしようけ、こっちは迷惑なんですよ。クロエ、なんてことや。ほんまクロエなんてことなんやけど。お前だったんか、主犯は。キャーわー。ああ、エヴァ、手よ。残りのリレーを呼びなさい。この場を何とかせば。ええー、
やだよ、めんどくさい。信頼関係ゼロ。そうね、コーラボはもうダメかも。そういえば、ミラルトの近くにラボがあるって。そうね、じゃあそこへ行く。お前たちどこへ行くんだ。命令逆らえば後悔するぞ。後悔ね。せいぜい頑張ってくださいね。あとはよろしく、牧師様。あ、そうそう、クロエちゃん、大好きなお兄ちゃんが命拾いしてよかったね。でもやっぱ殺しておけばよかったかな。えっ、でよ、早く行くわよ。あ、待ってよエマ。なんだよそれ。ちょ、待てよ。キムタク出てきた。黒タク出てきたぞ。クロエタクヤ出てきたぞ。兄さんは絶対に殺させやしない。すぐ助けに行くよ。あ、そういう感じのあれがあったんやな、つまり。で、今に至るわけじゃ。とにかくソーマは手に入れたからレイのところに戻ろう。待ってて、すぐに行くから。でもなんでこんな階層が今に入ったんだろう。